あれ、あら、古代魚は今後ろに隠れてしまいました。ちょっと分かりづらいかな。はい、いつもの場所です。どうも、サボリです。古代魚水槽、このレイアウトの役目は終わりました。リセットします。リセットします。まずはね、レイアウト品を全部撤去して、そして大掃除します。うん、最初に古代魚のいないこっち側からやりますか。うちの古代魚は鈍感の癖して敏感なんですよ。じっとしてることが多いんですけど、急にスイッチが入って暴れ出すことも考えられます。慎重にやっていきます。全部、よいしょ、これがほとんど入らなかったぞ。よいしょ、あとし、そしてこっち側、水、水を汲んで、多すぎた。水草はそこに。あ、やっぱ汚れてる。汚れが舞う。なんだこれ。なんだ。葉っぱの。大丈夫？見えてる？この後ろだぞ。お、ちょっと怖い怖い怖い。掘ろうか。ゴミを掘ろうって。おっと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 。こっちに逃げた。今がチャンス。今がチャンス。ちょっと強引に取っていこう。おっとっとっと、お前もうないぞ。もうなくなった隠れ家が。おっとっとっと、隠れ家がないって。やっぱりここが好きなんだ。さらに、おっと、でかい、でかい。汚れが舞う。おっと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 。うわ。汚れが。手が届かんな。手が届かんぞ。よしと。おっと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 。行き場を失ってるぞ。隠れるところがないから。おこっちに行った。避難してます。おバカ、まだ葉っぱが、腐った葉っぱがかなり濁りました。どけてくれ。これ葉っぱ、
に送った。あ、わかった、隠れ家のね、土管を設置してあげます。それだ、作業してる間ここに隠れてなさい、ここに隠れてなさい。よいしょ、よいしょ。ここら辺が汚いのか。かなり汚いな、かなり汚れてた。お前、うわ、汚れが、おっと、触っちゃった、触っちゃった。白いのがね、発泡スチロール的なやつですね。あとね、この裏にね、まだ石が。キスゴムが。キスゴムが。キスゴムの役目立ってないだろ、これ。大丈夫か。とりあえずレイアウト品は撤去しました。これから砂の掃除、かなり汚れが舞ってしまったんで、しばらく落ち着いてから砂掃除したいと思います。やっぱり汚れがひどかったです。回収できました。よし、だいたい30分経ったんですけど、透明度も増してきました。そこでじっとしてて、そ、あっとっとっと、その隙にね、床掃除します。あ、汚れてる。大丈夫か？これの役割は終わった。お、浮力が、うわ、また汚れた。カッションがここ好きだな。うん、避けてくれた。うまい、こっち来んな。貝の死骸が結構ある。生きてるのもあるんですけど、死んでるのも多い。今度はこっち側、ほらほら、よし、こっち側ね、こっち側いいかな。最後はこっち、ダメ押し。食べかせも、食べかすまだあった。これ。おお。
今のうちに。こっちで待機してます。今のうちにね、茶こけが広がってるんで、そのうち、わ、わかる？水替えです。うん、だいたい今のうちに、今のうちに浮遊物取ります。あと死んだ貝も、死んだ貝も拾う。この段階で、よし、さらに水を足していきます。よし、水はこれぐらい、約35リッターぐらいかな。レイアウトがなくなって古代魚はこっちに隠れてます。ちょっと土管の位置を、おっとっとっと、暴れた、危ない危ない。やっぱりね、こういう何、物陰が好きなんですね。今までこっちにいることがほとんどだったんですけど、物がなくなったらこっちに移動した。今まで見れなかった絵です、これは。あ、少し濁ったんで、しばらく様子見ます。古代魚はどこにいるのか。ここにいました。土管には入っていませんでしたね。あ、あー、やっぱりね、狭いとこが好きなんですよね。あー、うん、やっぱり狭いとこが好きだ。この後ろに隠れてしまいました。水も透き通りました。次は流木レイアウト。その前にフィルターメンテナンス。以上、水槽リセットでした。ありがとうございました。やっぱり隠れ家は必要かもしれません。